ルディは3歳の時から天才でした。私が教える前から中級の魔術を無影響で使えて、難しい魔術の理論もすぐに覚えて、応用すら自分でやれるような子でした。だからみんな知らないんだと思うんです。彼にも馬に乗るのを怖がるような心の弱い面があるのだということを。エリナ・リーゼさんたちは勝手に立ち直ると思っているけど、私はそうは思いません。私が何とかしないと。